とはフィッティングを受けてて、まあこれゴルファーなら正直言ったらみんな仕方がないことだとは思うんですけども、僕たちフィッターも確認のするために合わないクラブをお渡しすることっていうのもあるんですね。その打てないでしょっていうところでなんですけども、人間ってやっぱりすごいのは、ちょっとでもこう一発打って右に行ったなって、僕らからすればクラブの機能で右に行ったものを次のショットでまた右に行かないように打ったりとかして合わせてしまう人ってやっぱりまあ当たり前なんですけど多いんですね。でそうするとこう毎回打つたんびにその前の打った球の出球に対してスイングを変えてってしまってるので、なかなかクラブって実は選びづらかったりはするんですよ。で僕とかも結構見てると、今わざわざさっきの球右行ったから捕まえに行ったでしょみたいなこと言うと、うわぁ分かっちゃってますみたいな感じで苦笑いされる方とかもいるんですけども、これってまあプロゴルファーも結構同じところがあって、ツアーのサポートにトーナメント行った時にやっぱり自社の商品を使ってもらいたくて選手のところに行きます。で一番やっぱり重要になるのが1回目なの。一番最初に何の先入観もなく打った時にまっすぐ飛んでると、使ってもらえる可能性がやっぱりすごくあるんですよ。でまあ一発目打ってやっぱり右の方にペラッと行ったら、あこのクラブは自分のスイングでは捕まらないんだなっていう形で今度捕まえに行ってくれるわけです。でまっすぐ飛んで、おいいんじゃないみたいな感じでね、一応褒めてはくれるのが日本のプロの優しいところで、でもいいっていう割にはクラブ使ってくれないじゃんみたいになるのは、やっぱりプロでもクラブをスイングまで変えてまでそのクラブを入れるメリットが当然感じないので、そうするとやっぱりね、言葉ではいいよって言ってるけど実際は使うことはないんですよね。だから必ずまあ僕らフィッティングの際もまあそのね打ってくれるお客様の一発目を結構やっぱり重要視はするんです。その時にやっぱりいい球が出なかったりすれば、もちろんねスイング的にいい球が出ない場合ももちろんあるんですけども、まずそこがすごくキーポイントになるんですね。球を打ってれば自然とどんなクラブでもずっと打ってたら打てちゃうようになるのが人間なので、ただゴルフ場っていうのは一発しか打てない。でその時に未だに思い出すのが、まあアメリカで当時活躍してたニック・プライスっていうプロがいるんですけども、彼が日本に来た時にちょっとこう彼のスイングでは絶対右に飛ぶだろうなっていうクラブをわざわざ持ってってで打ってもらったことがあったんですけど、わざと。でその時にアメリカの選手ってどういう風なそうなったら対応するんだろうな、日本的なねこう優しい感じで打ってくれるのかどうかっていうのがちょっと知りたくて、でちょっとまあ打ってもらったりしたことがあったんですけども、まあやっぱり僕らが思ってる通りで、あニック・プライスのスイングじゃ右に飛ぶんだよなと思ってて、じゃあ次もう一回打ったらちゃんと合わせてくれるのかなと、また同じスイングをして右に飛ぶわけですよ。でもう一回右にバーンって打ってノーっつって、こんなん使えねえよみたいな、どっちかというとその時まあ別に彼が英語で言ってるわけじゃないけど、僕らからしたらお前らさメーカーでクラブフィッティングする人間なんだから俺に合ったクラブを持ってくるんじゃねえのかっていう風に、ちょっと聞こえたっていうか、本人は全然言ってないですけどね、そんなことは。でもそのノーっていうところはやっぱりそういうところ、俺は打つのはプロだ、お前らはクラブのプロなんだから打つ人に合わせたクラブを持ってくるのが仕事だろっていう風にちょっとね言われたような感じがしましたよね。それがねすごく今でも覚えてる感じですかね。